こんにちは。今日はちょっとゲームの動画となります。このマイクロソフトフライトシミュレーター2020を買ったという話をしましたけれども、これね、初心者の人が、まあ、僕もね、結構パソコンには詳しい方なんですね。自作パソコン自作しますし、結構詳しい方なんだけど、それでも陥ってしまうポイント、その買ったばかりとかですね、プレイしたばかり、プレイして5時間以内とかですね、そういう人のためのよく陥りがちなトラブルの対処法の動画です。だから YouTube とかでフライトシミュレーターを探したら、いっぱいその東京上空を飛びました、大阪上空飛びましたとか出てくるんですけど、いやいや、そこまで全然いけないんだけどという人めちゃくちゃ多いと思うんですね。で、そこまでいけなくて、いやー、もう設定が難しすぎてもう投げ出しちゃいましたよ、もうお金せっかく8000円ぐらい出して買ったのに、もう全然それからプレイしてません、そういう人も多いと思うんですね。だからそれの初心者向けの解説、しかもなんか一般的な、何か全般的なチュートリアルというよりも、そんなことはどうでもいいんですね。そうじゃなくて、ここが、自分がここでつまずいたよっていうところの、対処法を言っていきたいと思います。全般的なチュートリアル動画はあるんですよ。だけどそんなものを分かってるところをいちいち見ても全然それには役立たないですね。なんでああいうとこをね、気にしないのかなっていう、これをまずやっていきたいと思いますね。だからこの動画はね、案外僕は検索されてヒットして回るんじゃないかと期待してます。それでね、これをよく YouTube とかで見た人いると思うんですね。あ、素晴らしいゲームだなと。確かに素晴らしいんですよ。だけどものすごくとっつきにくい、もうね、初心者をへこませる要素がめちゃくちゃあるんですね。それはまずヘルプデスクがないんですよヘルプデスクなしです。これ相談する相手全くいません。これで、ですね、マイクロソフトの電話窓口ってあるんですよ、0120ので、そこに聞いてみても全く分かりませんと、というかサポートしてませんと。で、 XBOX の専用の電話窓口があるんでって言って教えてもらったら、そっちでも全くサポートしてませんと。で、唯一教えられたのが、そのこのゲームの、まあ、開発元がやっているコミュニティサイトっていうのがありましてね、で、そこによくある FAQ とかですね、あと投稿して、そのこういうとこが疑問なんですけどどうですかっていうのがあるんだけど、それは全部英語なんですね。英語でコミュニティサイトがあるんですよ。だけどそれが英語だから、まあ英語力がある人はいいんだけど、僕みたいに普通の英語力の人はですね、まあ、僕でも一般人に比べたらある方だと思うんですけど、それでも結構ですね、まあ、その単語をこういう場合はこう訳してって考えないといけないんで、まあ、非常にとっつきにくいわけですね。で、あと私が思ったのはね、例えば YouTube を上げている人のところのコメント欄とかに、いつも楽しく見させていただいてますって、まあ嘘なんですけどね、嘘でいつも楽しく拝見させておりますいただいておりますとかで書いて、ところでちょっと教えてほしいんですけどっていうふうに書く方法もあるんですけど、まあ大体こういうのはですね、他の人のコメントに埋もれてしまって、まあ、全くスルーされてしまうんですね。で、あるいはね、僕が他にやったのはね、こういうこの製品を遊んでみましたなんていう個人のブログがあるんですね。ブログがあって、ですごく細かいことが書いてあるんだけど、そこに、あ、いつも楽しく拝見させておりますさせていただいておりますって、まあこれ嘘なんですけど、いつも楽しく拝見させておりいただいております、ところでもしよかったら教えてほしいんですがと言って、そういうところに書いたこともあるんですけど、まあ結局そういうのもね、まあ大体なしの粒でなんですよ。で、まあそういう、まあ他にもあるんでしょうけどね、サイトをもっと詳しく見ていったら、こういうこれを扱っているサイトとかもあるのかもしれないけど、やっぱりね、見つからないんですね。だから結局よくわからないな、とっつきにくいソフトだなってことで、
もうほったらかしにしている人も多いかもしれませんね。でこれを救っていきたいと思うんですね。でまずですね、 YouTube なんかの動画を見てこれをやってみたいなと思った人はどうすればいいか。それはですね、 Amazon とかでパッケージ版を探してみてもありませんと。これなんかね、ドイツ語版とか他の外国版のやつは出てくるんだけど、なぜか日本語版のパッケージがないんですよ。なんか夏頃にね、 Xbox のコンシューマータイトルに出てくるっていう噂もあるんですけど、まあそれも日本語版が出るかどうかは分かんないですしね、英語版の Xbox のソフトだけかもしれませんから、ちょっとこれも分からないと。で一番おすすめなのはですね、 あとはそのマイクロソフトの Xbox の専用サイトから7450円、税込み7450円で買うこともできるんですね。ダウンロードになりますけども、買うこともできますけども、ちょっとね、いろいろな、例えば後で述べますハードウェアのスペックの問題とかで7400円出して買ったはいいけど全然動かないねとか、あとそのヘルプデスクがない問題で全く操作できません、そもそも最初の離陸すらできませんとか、こういうことが十分考えられますので、いきなりこれはやめた方がいいです。でおすすめは Xbox ゲームパス for PC っていうサイトがあるんですね。そこに行くと月額100円でクレジットカードの登録とかはいると思うんですけど、まあ、他にもなんかのコードを入力したらギフト券みたいなやつでもできると思うんですけど、そこに行きますとね、月額100円で、これ月なんですね、月100円でできる、月100円でですね、そのなんかね200タイトルぐらいあったんだけど全部遊び放題になるっていうやつがあるんですね。プレイステーションとかでもやってますよね、そういうの。プレイステーションネットワークのなんか月額500円だか1000円だか払うと遊び放題になるっていう、まあああいうのがパソコン上のやつであるんですね。でそれが初月が100円で2ヶ月目以降が850円になるんですよ。でしかもですね、これの会員になっている人がこのパッケージ版をフルでダウンロードしたいという場合は、この5960円でダウンロードもできます。まあダウンロードっていうか、まあどっちにしろダウンロードすることになるんだけど、この100円で遊び放題にしてもダウンロードしないといけないし、どっちにしろダウンロードなんだけど5960円を出せばそのパッケージの権利が買えるんですね。でそうするとね、こっちで買うより1500円ぐらい安くなるんで、1500円ぐらい安くなるんで、まあそういった意味ではですね、お得なんですよ、こっちの方がね。なんでやっぱりね、最初はこっちの方がいいと思います。だって1ヶ月目からいきなりもうギブアップする人もいるんですよ。それぐらいこれね、敷居が高いゲームです。だからその場合は100円でもうギブアップするからお得ですよね。7000円も出してギブアップするよりも100円でギブアップした方がいいでしょ。で中には3ヶ月ぐらい遊んでもしかしたら性に合わないと言ってもうやらなくなる人もいるかもしれないから、その場合は3ヶ月だったらまあ1800円ぐらいで済むわけですよ。購入してしまうとこれになっちゃいますからね。まあちょっとこの話はまあそれぐらいにしときます。それでいずれにしろですね、どのやつを選ぶにしろ160ギガぐらいダウンロードしないといけないんですよ。だから160ギガのダウンロードって言ったらもう 4,5 時間かかります。光回線で、これ光回線でも 4,5 時間かかります。僕自身もそれぐらいかかりました。でね、これできればね、平日の深夜とかにやった方がいいです。これ間違えて土日の夜8時ぐらいにやっちゃったら、だいたい光回線というのはそういう人が家に在宅でいる時間帯は遅くなるんですよ。あれベストエフォート方式なんで、その地域で1ギガとかですね、それをこう分け合う形になるんで、光回線でもですね、
言っても遅くなるんですね、混み合う時間帯は。だから平日の深夜とかにダウンロードすると、速度が速いんでですね、その分短い時間になるでしょう。でヘルプデスクなし160GB で、これのパッケージの値段ね。それでやっぱり一番大事なのが、そのソフトが動くスペックを満たさないといけないんだけど、一応私のパソコン環境がですね、自作パソコンで Ryzen の5、これ3500MHz なのかな、これ多分クロック数だと思うんですけど、 Ryzen 5の3500、まあ別に安い CPU です、安い CPU です、はい。もちろんそれはセレロンとかRyzen 3とかよりはいいですけど、って言ってもまあ安い CPU なんですよ。でラムメモリーはですね 16GB、 まあこれ 8GB の人が今多いと思うんだけど、僕はなぜかですね、この自作パソコンを作った時にまあちょっと余裕を見て16にしたんでちょっと良かったです。あとは今だいたいハードディスクの人ってもうあんまり最近パソコン買った人はねいないと思うんですけど、一応私も SSD で、 SSD っていうのもですね2種類ありましてね、 SATA 接続と M.2 接続っていう、ああこれ M だ、 M.2 接続っていうのがありまして、この M.2 接続のやつは早いんですね。で私のやつはそれを使っております。まあただ別に SATA 接続でも全然これは余裕だと思います。そんなにそのハードディスクっていうかストレージアクセスがないゲームだと思いますので、まあだからこの3つに関してはまあ私の普通ぐらいの環境ですよね。さすがにねセレロンとかではできないと思います。このゲームは Ryzen 3でもできるかもしれないけど、あとは 4GB とかでも厳しい。あどうでしょうかね、このメインメモリーは関係あるのかどうかわからないんだけど、僕もたまにですねこのゲームを走らせながらタスクマネージャーのパフォーマンスタブでですね、どの例えば CPU 今何パーセント使ってますよ、メモリ何パーセントとかですよってやってますけど、やっぱり一番使うのがこのグラフィックボードです。このグラフィックボードを間違うともうこのゲームはできませんから、このグラフィックボードが一番大事なんですよね。ノートパソコンでもこれできるのかな。ただねノートパソコンでこのゲームをできるようなやつは本当にねゲーミングノートじゃないとできないと思います。うん、普通のノートではねグラボのパワーからしてねこのゲームはできないと思いますから、まあ普通のノートでこのゲームをやる人はいないと思うんですけど、まあ一応無理でしょうと。でこの GTX1650 っていうグラフィックボードなんだけど、これ NVIDIA のやつなんだけど、これがね多分一番加減ですよね。ねこれ以上下のグラフィックボードだとね多分動かないと思うんですよ。私もね GT710 っていうのをやってたんだけど、それはね4年前のグラボの、しかもエントリー版の3000円で買った GT710 なんだけど、それがね最新作の信長の野望の大使だったかな、一番新しい信長の野望があるんですね、2017年か16年ぐらいに出たやつがあるんだけど、それは GT710 で動かしたんですよ。だけどその GT710 では全く動きません。これは落ちてしまいます途中で。でじゃあグラフィックボードどれぐらい積まないといけないのかで、いろいろなその個人の人がやってるブログがあるんですけど、それを見ますとねやっぱり最低でもこれですよって書いてあるんですね、書いてあるんですよ。だけどそこの書いてあるやつを全部 Amazon で調べてみたらめちゃくちゃ高いんですよ。もう場合によっては20万30万ってします。でもちろんそのクラスのやつを買えば快適に動くと思うんですけど、それじゃあ今度高すぎるっていう問題があるじゃないですか。やっぱり安く楽しみたいですよね。かといって安すぎるグラボでは動かないから、例えばじゃあ8000円のグラボを買いましたと、でも動きませんでしたと、そしたらその8000円が無駄になるじゃないですか。じゃあ8000円ので動かなかったんで次3万円の買いました、やっぱり動きませんでした、
ってなったらどん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 ですね、はしごを登るようにですね、無駄な品物を買って買って買ってってなるんで、それがちょっとね怖いんですけど、一応この GTX1650 っていうのが Amazon で3万円ちょっとで見つかったんですね、新品ですよ。でそれをもう一か八かで買ってみたんですよ。一応調べた時に最低でも多分動くは動くけど厳しいでしょうね、カクカクするでしょうねって書いてあったんですよ。なんでまあちょっともう一か八かで本当に買ってみたらこれで大体動きました、うん、もちろんですね、こだわる人はちょっとカクカクするなとか、ちょっと例えばあと 4K モニターで映したいとかですね、そういうこだわる人は後で買いませばいいんです。後で上級版を買えばいいんですね。もうあとはお金に糸目をつけない人はもう最初から30万のですね RTX3060 とかがあるんですけど、そういうのを買えばいいんですね。だけどなるべく最初の初期投資は少なくしたいっていう人はこの1650をおすすめします、うん、これで大体動きます。もちろんですね、その田舎の方を飛ぶか東京23区の新宿あたりを飛ぶかによって全然違うんですよ。あとはそのさっき言った 4K か 2K のモニターでも違いますし、あとはねレンダリングのレベルっていうのがあって4段階あるんですけど、その上の方のやつをやるともちろんカクカクしますし、というのはいろいろな条件によって変わるんですけど、まあ大体一般的にまずこの初心者として遊びたいんであればこれで十分ですね。私の場合は 2K モニター、 あとこれ 2K か 2K で 2K モニターでこの状況でやってますけどね、まあ基本的にはものすごく快適に動きます。カクカクすることもありませんし快適に遊べています。まあどっちかって言ったら田舎の方を飛ぶことが多いんですけどね、私の場合は。でそれがまずセットアップの、ここまでがセットアップの話ですね。セットアップの話、あとセットアップの時につまずいたことってあったかな、多分ないと思うんですよ。セットアップの時につまずいたこと、もしねあったらですね、コメント欄にいただければ、私が分かる範囲でしたら答えます。でこれがあると。で2番、プレイする時の問題ね。またそうなんですよ、ここでまずいきなりハードルが高い、特にグラボのハードルがめちゃ高いです。だからここでもう諦めてしまう人がだいぶいるんですよ。でこれね、このゲームは本当に素晴らしいゲームなんで、アメリカでね、なんだったっけ、コンピューターをやっていて今まで一番驚いたソフトとかに1位に選ばれてるんですよ。それぐらい驚きますよこれ。だけどすぐに諦めてしまう人が多い要素が満載なんですね。でプレイするにあたって、じゃあやっとインストールできました、ちょっとデモフライトをしてみたら画面も、まあ、カクカクせずにいきますと、じゃあやっとプレイしましょうねってなった時に、またこれいろいろな、もう初心者をへこませる要素が満載なんですね。めちゃくちゃ満載ですよこれ。プレイする時のやつ、これね、まあ、まさかフライトシミュレーターをキーボードでやる人はいないと思うんですよ。まあできるんですよ、キーボードでやるのも全然できるんだけど、さすがにちょっとね直感的にできない、うん、で多くの人はこのジョイスティックっていうかね、やると買うと思うんですよ。で Amazon とかで調べたらジョイスティックってまあ山のようにあるんだけど、まあどれがいいかわからないじゃないですか。で多くの人はね、このプレイステーション持ってると思うんですよ。これ3のコントローラーは試してないんでわからないんだけど、まあ今多くの人がプレイステーション4を持ってると思うんで、プレイステーションの4のコントローラーがあったら動きますから安心してください。プレイステーション4のコントローラーをこう持ってきて、パソコンと USB 接続をするんですね。ちょっと別途ケーブルはいりますよ、ケーブルはいるんだけど、パソコンとUSB 接続をしてください。まずね、USB 接続
USB 接続をしてください。そしたらしばらくするとセットアップをしていますとかって、セットアップ完了しましたってもう自動的に出るんで、で、やるとですね、このね、このあのここがまずね絶対につまずくところなんですよ。こんなフライトシミュレーターをキーボードでやるわけないのに、だからみんなジョイスティックを用意するんですよ。プレイステーション持ってない人はまあ一応買ってくださいね、どっかのやつを、どこのやつでも動くと思います。で買うんだけど、この買った後が問題でね、もうこれえらい苦労したんですよ私。あのね、キーボードでやる場合とジョイスティックでやる場合とあります。別にどっちもできるんですよ。で、どっちも使ってやることもできるんです。例えば飛行はジョイスティックでやって、メニュー画面からどこを行くとか、例えばあのどこの飛行場からどこの飛行場に飛びたいとかの、そういう設定画面とかありますよね。設定画面はキーボードとマウスでやっといて、ほんで飛ぶ時だけはジョイスティックと、こういう人も結構いるんですよ。まあ私がそうなんですけど、飛ぶ時はさすがに直感的に飛びたいから、そのね、アナログのボタンでやりたいじゃないですか。なんだけど、メニュー画面とかをやるときはもうクリックとかマウスでやりたいっていう人がいるんで、結局どっちも使う人が一番多いんですね。はい。それでどっちも使うんだけど、これがね、2種類の指示がありましてね、キーボード用の指示とプレステ、あ、要はジョイスティックですね、ジョイスティック用の指示、これが2つあることがこのゲームのですね、あのややこしい点なんです。例えば、画面にいろいろガイダンスが出るんですよ。ブレーキがかかっていますから解除してくださいとか、あとはそのエルロンをちょっと上げてくださいとか、よくあのその要は初心者向けのチュートリアルモードとかあるんで、それでフライトの練習をしている時にいろいろな指示が出るんですね。ブレーキを解除してくださいとか、ちょっとトリムを上げてくださいとか、ちょっとスピードが出ているんで、エンジンの出力を落としてあげてくださいとかっていうのを、その副操縦士の人がですね、指示を出してくれて、でそれに従ってそれをクリアしたらちょっとずつこう勲章がもらえていったりするんですね。でそれを大体初心者のうちは訓練モードでやるんですけど、別にいきなり飛んだっていいんですけどね、訓練モードでやるんですけど、それがですね、指示が2タイプあるわけです。キーボード用の指示とジョイスティック用の指示と2タイプあるから、初心者はまずそこでつまずくんですね。で例えばね、中期ブレーキがかかっていますから、中期っていうのは駐車場の中に機体の機ですね、中期ブレーキがかかっていますから解除してくださいで、いきなりまずここでつまずくんですよ。コントロールとナムロックを押してくださいって出るんですね。コントロールとナムロック、コントロールキーとプラスナムロックを押してくださいと、これでもうつまずくんですよ。これ絶対これ見ている人今画面の前でニヤニヤ笑ってると思いますよ。コントロールキープラスナムロックを押して中期ブレーキを解除してください。これできました、皆さん。これね、コントロールプラスナムロックキーを押して中期ブレーキを解除してくださいは、これはね、ジョイスティック用の指示じゃなくてキーボード用の指示なんです。これまあもちろん それは分かったでしょ皆さんね。これはキーボード用の指示なんですよ。確かにだってジョイスティックにコントロールボタンなんてないですから、これはキーボード用の指示が出てるんです。これはね、なんで何かっていうとね、直近の操作がジョイスティックだったらジョイスティックの指示が出て、直近の操作がキーボードとマウスでやってたらキーボード用の指示が出るんです。これ、皆さん覚えてくださいね。直近の操作で出るんです。直近の操作、直近の操作で決まるんですよね。直近の操作で画面の指示が
2タイプあるわけで、コントロールプラスナムロックを押してくださいっていう答えは何かというと、まずキーボードがこうありますね。で、まずいいですか皆さんね、最近のキーボードはね、 Windows 用と Mac 用と両方対応できるキーボードっていうのが増えてますね。一昔前のキーボードだったら Windows 用の対応が当たり前だったんだけど、今は Mac 用と Windows 用と両方使いにできる設定変更ボタンがあるんです、やつがあるんですよ。それを、そこなんです。もうこれね、何段階もハードルありすぎてすごい初心者を遠ざけるゲームなんですよ。で、このね、あなたがもし古いキーボードを使ってるんだったら特に問題はないんだけど、新しいキーボードを使ってる場合はね、このね、Mac ボタンっていう、その、Mac 用の設定になっていたら、これは動きませんよ。うん。おそらくね、これは動かないです。まあ、それか、Mac と共通のものは動くけど、違うやつは動かないとか。ね。まずね、Mac、Windows の切り替えを、そのキーボードの説明書を見てやってください。私のキーボードの場合は、ファンクションプラス、あのキーボードの Q ですね、Q。QW の Q。ファンクションと Q を押したら、Windows モードに切り替わるんで、まずそれで切り替えないとですね、その Mac と Windows のキーの定義、割り当てが違いますんでですね、あのそれをまず気をつけてください。あのこれがね、問題が起こらない場合もあるんですね。その Mac の割り当てと Windows の割り当てが一緒になっていれば問題は起こらないと思うんですけど、一応念のためにですね、この Mac キーというのは意識してください。その上でこれね、ナムロックっていうのはこれ何なんですか。私は知らなかったんで、ナムロックじゃない、すいません、ナムロックじゃなかった、これナムデリートだ。これナムデリートっていうのがあるんですね。あのナムロックキーっていうのもあるんですけど、すいませんでした、ナムデリートです。ナムデリート、コントロールとナムデリートを押して中期ブレーキを解除してくださいって出るんですけど、このナムデリートっていうのが、は？ナムデリート、そんなキーあったっけな。で、私はですね、これをまず見てですね、コントロール、ナム、ロック、デリートの 3つ同時に押したらいいと思ってやったんだけど、全然できないと。そしたらそれもそのはずで、これナムデルっていうのはですね、このナンバーキーのエリアがありますよね、この右の方に。で、このね、よく見たらナムデルっていうキーがここにあるんですよ。出る、そのナンバーエリアに出るっていうのがあるんですね。これこんなキーが僕あること自体知らなかったんですけど、で、ナムロックボタンを押してからじゃないと使えないですよ。これはナムロックボタンを押さないと、このもそもそもナンバーエリアが使えないんで、ナムロックを押してからナンバーエリアを使うようにしてから、コントロール、まあ、この辺にありますよね、コントロールとナムデルを押すと、いやー、やっと中期ブレーキが解除できた。うん。そうなんです。で、あとはですね、その、キーボード用の指示として出るのが、NUM1、NUM2 とかって出るんですよ。それは普通にこのナンバー 1番とか2番とかなんですね。NUM1、NUM2 とか。まあ、コントロールとかスペースは別に普通にわかりますよね。ただ、NUM1、NUM2 っていう風な指示が出るんです。それでね、全くこれがややこしいんだけど、あの、例えば4番を押してブレーキをかけてくださいって出るんですよ。あれ、ちょっと待ってよ。4番で、キーボードの4番を必死に押す。だけど全然反応しないんですよ。ね ?4 番を必死に、4番を押してブレーキをかけてくださいって書いてある。4番を押しても全然ブレーキがかからないわけ。これなんでかっていうと、まず4番というような呼び方はしません。キーボードの場合は、NUM4 って出る、その場合は。その場合は NUM4 って出るから。ね。
4を押してくださいとは出ないんです、キーボードの場合は。キーボードの場合はこれね、4番を押して中期ブレーキをかけてくださいって出た場合は必ずジョイスティック用の指示です。2種類の指示があると言いましたね。キーボード用の指示とジョイスティック用の指示が2タイプあるわけ。4番で中期ブレーキをかけてくださいって出たら、これはこっち側の話ですよってこと。じゃあ4番ってどれなんだ。プレイステーションのコントローラーを見たって丸とか三角とかは書いてあるけど、数字なんてどこにも振ってないじゃないかと。その通りなんです。これはね、このプレイステーションのこの、まあ大体他のメーカーのジョイスティックも同じだと思うんだけど、まず十字キーがあって、このアナログキーが左右に2つついてまして、まあ、これが大体操作キーですよね。十字キーと操作キーとあって、であとこの4つの丸三角四角ペケがついてて、でここになんかねオプションっていうのがありますよね。ちっちゃいボタンがついてて、でこの大きい面積のポンと押せたり、このこうスワイプできたりする。でこっちにも1個ボタンがありますよね。であとはここのこれで押す部分ですよね。これが4つあるじゃないですか、ね、ここに2つずつあるんですよ。2つずつありますよね。これこういうやつが2個ずつある。それでね、その4番を押して中期ブレーキを解除してくださいっていうのはこっちの話なんですね。でじゃあどれが4番っていうと、これはねそのジョイスティックの割り当ては自由にカスタマイズできるんだけど、だいたいですね、1、2、3、4、で5、6、7、8、9っていうのはね、これ LR を押し込むんですね。押し込んだ時に9、あの左右上下で左右上下で動かすのと押し込むこともできるじゃないですか。押し込んだ時が9、10で11、これ押すんですね。11、12、13、あれ、あ、14個あるんですよ。とにかく1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、 あとはここかな、ここかもしれないですね。このプレイステーションボタンというのがありますからね。そうなんですよ。であとね、この十字キーは POV っていう、これ何の略かわからないんですけど、十字キーは POV っていう、 POV 左、 POV 上っていうふうにやりますね。このどのボタンが何番っていうのはもうこれはね、押してみてやるしかないんですよ。もしくは操作、あのね、設定画面のね、割り当て、キー割り当てのところで、例えば1番を押したら1番が点灯するモードっていうのがあるんですよ。これちょっと皆さん探してみてください。その時に、あ、四角を押したら何番が点灯するんだなっていうのが分かりますので、とにかくジョイスティックが1から14と POV、 これしかないんです。 POV から番号が出てきたらジョイスティックだと思ってください。キーボードの指示はNUM1、NUM2、NUM4 とか NUM がつきますからね。でその時の注意として、 NUM ロックを押さないとこれがそもそも反応しないよ。で NUM デルっていうのがここのよく見るとあるんですよ。よく見ると NUM デルってあるんですよね。これなんですよね。これでだいぶ救われた。この動画でだいぶ救われる人が出てきました、ね、これ絶対この動画で救われてる人います。それでね、実はこのゲームを買ってから10日ぐらい経つのに、いまだに私がね、解決できてないことがあるんですよ。それはね、メニュー画面から、また解決したらちょっともう一個動画を撮ったりします。もしくはコメント欄に私が書くかもしれないんで、ちょっともしそこで気になってる人は見てほしいんだけど、メニュー画面で、まあ、そのさっき言ったフライトトレーニングとか、あとはその自分のプロフィールで何時間飛びましたかとか、いろいろなメニュー画面があるんですね。でそこで
ワールドマップっていうのを押すと、あの Google Earth みたいに地球儀のぐるーっと回せる、クリックして回せる地球儀が出てくるんですね。で、例えば出発を羽田空港を、着陸を、例えばイギリスのヒースロー空港とかって設定してっていう画面があるんですよ。で、まあとりあえずどうしようかなと思って、まあ関西国際空港から、まあ例えばじゃあオーストラリアまでシドニーまで飛ぼうかとかってやるじゃないですか。で設定して、じゃあ飛行開始って押してもですね、なんでか知らないけど羽田空港からになるんですね。関空から飛ぶようにやったのになぜか羽田になるんですよ。この問題がね、解決してないんです実は。これ皆さんはどうなのかな、多分ね皆さんもそうなんじゃないかな。自分が一般的な、まあ多少パソコンに詳しいぐらいのユーザーですと。でやっていったら絶対その症状になるんで、もし私が入れたソフトにバグがあったとかっていう理由だったらもうしょうがないんですけど、普通に正常にインストールができたんだとすると、多分皆さんこの症状に悩まされるはず。この羽田問題ね、羽田問題羽田問題が出る。あの設定をニューヨークとかにしたはずなのになぜか羽田になっちゃう。絶対この問題なんですよ。でね、私ね実はね羽田からしか飛んだことないんですよ今まで。10日ぐらい買ってから、もうなんだかんだ言って5月5日に買ってんで、もう2週間近く経ってるのに羽田からしか飛んだことがないっていう。だからあのもっと関西の方とか飛んでみたいんだけどね、この前関西にこのセスナで羽田から行ってですね、で羽田から行ったらセスナでどれだけ飛ばしてもですね、あの例えば大阪だったら大阪に着くまでだいぶかかるんですよ。だってリアルタイムでやってるのがこのゲームですからね、実際のリアルに時間がかかりますから、羽田から飛んで大阪まで行くのにだいぶ時間かかるんですよ。もっと早い機体で飛んだらいいのかもしれないけど、とりあえず今は初心者なんで、はちょっと大型機は難しいと思ったんで、セスナとかでやったんですけどですね。だからこれね、ちょっと今からいろいろその方法を試してやってるんですけど、もしこの動画を見てこれはこうだよという知ってる人がいたらぜひ教えてください、コメント欄で。だからですね、であと分かったのは、大体皆さん、まあ、仕事終わって家に帰宅してゲームをやる人が平日は多いと思うんですね。でそうするとこれ基本的にはねリアルタイムでなるんで、例えば夜の羽田になっちゃうんですよ、はい、これリアルタイムで出るんで、でいつも夜ゲームをやるのは大体夜なんだという人が多いと思うんですね。で そしたらいつも羽田の夜になっちゃういつも羽田の夜になっちゃう。これですよ、羽田の夜問題。羽田の夜問題、もういつ飛んでも羽田の夜だと。で夜だから全然眺めも電気夜景は綺麗けど、あの田舎の方に行ったら真っ暗になっちゃいますからね。だからでもね、この夜は変えられるんです。あのフライトが始まったらね、メニュー項目が出て、そこにね天候とかいう、あ天候っていう名前だったか、天気だったか忘れたけど、そこをやると何時っていうね時間のバーを移動できるやつがあるんですよ。それをやると昼になりますから、そのね天候ボタン、天候メニューかなんかのやつを押すと時間のバーを変えられるんで、それを例えば13時とかにするともう明るい、楽しめますから、この夜問題は解決できたんです。これは解決。ただ羽田からしか飛べない、もう羽田からしか飛べない。だから羽田から飛んだのと、あとはね訓練モードで、セドナっていうね
サンフランシスコのあたりにある空港みたいなんですけど、田舎の方の空港なんですけど、そっから飛ぶやつはあるんですけど、それはフライトモードの練習なんですね。もうね、羽田からしか飛べないの、ね、これこの問題ね、本当に本当にこれね、このゲームね、敷居が高いわこんな高いゲーム初めてだよ、本当に。もうセットアップからしてそもそも敷居が高すぎるもん。ほんでヘルプデスクないよ。でコミュニティサイトも英語しかないしね。でこのその指示が分かりにくすぎる問題。キーボードの指示なのかジョイスティックの指示なのかどっちなんだ、もう全然分かんない。ナム1ナム2とか4番押してくださいって言ったら、4がこれ四角だったっていう、これが4番、これが4番だったんです。これ見たら、自分で試してみたらやっと分かったんですよ、これね。うん、いやー皆さん、まさによくやってくれた、その通りだ、もう疑問が解けたよっていう人いると思うんですけど、この羽田の問題もし上級者の人が見てたらぜひ教えてください。もし分かったらまた知見が増えましたらですね、また動画を撮っていきたいと思います。